こちらはですね、オーストラリアの寿司屋さんなんですけども、普通回転寿司っていうのは寿司が回ってくるんですが、よく見てください、線路がありますね。はい、オーストラリアではですね、寿司がですね、このように線路に乗ってやってきます。なんかすごいですね、一本一本、機関車がこうゆっくりとゆっくりと回ってきます。この間に取らないとダメなんですね。はい、汽車が回ってまいりました。はい、乗ってます、寿司乗ってます。ガタンゴトン、ガタンゴトンって感じですね。なんかアメリカ大陸横断超特急、2つ目も走ってますね。で、ね、回る寿司が引っ張られる寿司になってます。で、これでまた汽笛とともに、また次の便がやってくるまでお寿司はいなくなっちゃいます。どうでしょう、この回る寿司、メンテナンス非常に安いと思います。なかなか面白い情報でした。